いつか誰かが言った。始まりがあれば終わりがあるように、出会いがあればまた別れもあるんだと。見たか、お掃除ロボットは回避した。俺は運命なんかには負けない。よかった。今日あんまり可愛くない下着だったから、見られてたら恥ずかしいなって。そのロボットをハッキングして美女の大事なものを取ってくるように仕向けたのね。あう、誰か助けてください。遅刻してこっそり入ってくるなんていけない子ですね。先生、ちゃんとこっちを見て返事をしてほしいの。いくらカリンが可愛いからって白昼堂々こんなハレンチな。おいおい、まさかぶたれたショックで俺のこと忘れたのか。ヨシオだよ、伊集院ヨシオ。この日、春の風が運んできたいくつもの出会いを、俺は決して忘れることはないだろう。オリジナルテレビアニメーション恋愛フロップス2022年放送決定。